はい、こんにちは。今日は何ですか？ちょっとシダ企画、シダ企画のちょっと追加で、インナーホース ALC、 普通のインナーホースレイヤー ALC、 普通のやつね。普通のやつ、ちょっとやっぱね、まあちょっとフォアもリグはないんで、でもフォアのラバーは V20 ダブルエキストラ、C53、テナジー05ハード、このちょっと3択。今濃厚なのは木原とオフチャロなんだけど、ちょっとその硬めのラバーを選ぶのにあたって、やっぱちょっと木原とオフチャロちょっと飛びすぎるかもしれないな。ちょっと一発ちょっとインナーフォースレイヤー ALC、ね、ちょっと一発ちょっと打ってみて、まあ、これちょっと硬いラバー合うかもなっていうちょっと感触をちょっと知りたい。でもみんないっぱいコメントくれてね、嬉しいね。そうだね、いつにもしていろんなラケットの紹介されて、うん、でも結構割とメジャーラケットしか打ってないけどね、うん、まあ多分みんな誰しもが手に取ったことあるとか見たことあるようなラケットしか打ってないけど、行こう。はい、ちょっと待って、それインナーだっけ？それいいよお前どうせ切る。フォア、デッキ要求し使わないバック、MK。 来てる、インナーで来てもらいました。インナーホース、LC、超人気だもん。悪いわけないよ。俺、なんせこのクリップ好きだよ。あ、岸川さんのラケット、使いたいよ、これ、ね。ある。だからラケットケースに常にやる。これマジ、これマジ。俺のうちにやる。CP もあるし、サイン書いてザ・王道、インナー好きのザ・王道。でも飛ぶ感覚は全くない。MK さん、ラバーなんかしか MK やん、MK ちょっと言うと分かんない。いや、違ったよ。これ使っていいって思うけど、変えれないもん、他のラバー。いや、マジで本当にこのね、掴んでウィーク、掴んでウィーク、マジで本当にいい。ほら、上手くなった、バックスルー。いやー、バックスルー。テレーって、俺が口でいける。まあ、MK はいいんじゃない。 MK いいね、うん、でも C48 にちょっとね、ちょっと考えてる。本当にいいか、もう一回打ってみて。あと気になるのね、テナジー1級も気になる。1級、うん、打ったこともないし、見たこともない、うん、テナジー1級。あれね、
何しがいいっていうのかないけど、なんか軽く使うぐらいだったら全然いいんだって。ありがとうございました。あ、した。どうでしたか。いや、これインナー付きでこれ良くないよっていう人いないと思うけど。うん。もう本当になんかインナーの中のもう王道ラケット。これはマジで特徴もいい意味で、はい、全部が丸い。まあ、インナー付きこれ使っとけば本当に、ね、あの沼は脱出できる。だがしかし。奥深いな、何か欲しい。おー、でみんなもじゃ結局インナーフォースレイヤー ALC にしました。思うのない、期待してください。何を選ぶか。以上。